あなたが必要なの。やっぱりそう甘くはいかなかったわね。鶴姫、無事だったの？まあね、あなたと同じよ。君もアンドロイド？違うわ、私は生身の人間だったわ。クローンだけど。クローン？古い体から記憶データを移植して覚醒させるの。つまり今の私は移植待ちの記憶データ。体のスペアならいくらでもあるわ。ロボットに意識を持たせるよりずっと簡単だ。記憶とは電気信号に過ぎない。それを自分の体に戻すだけだ。失敗する方が難しい。正直なとこ嫌になるくらい生まれ変わった。もう何体目か忘れちゃったわ。87体目だザークを打ち倒すまで何度でも生まれ変わる。侍の王将軍。将軍の治める江戸の国は光に満ち溢れていた。ザークとは私たち江戸の国の言葉で闇の心のこと。闇は光から生まれ、光は闇から生まれる。ザークは私たちの心が生んだ怪物。あなたを恨むのは筋違いだわ。ザークの手により江戸は闇に落ちた。私たちの長い戦いが始まったわ。奴はまるで幻だった。追い詰めても奴を仕留めることはできなかった。仲間の数は減っていき、残ったのは3人。そして3人の力と気力が尽きかけた時、彼女が現れた。あなたを助ける、それは彼女との約束。宇宙を漂うあなたを見つけたのは偶然じゃないのよ。ごめんなさい、トム。私が奴らを食い止めるわ。サラ。彼女は未来からやってきた。あなたの体をまとったザークに巻き込まれてね。サラはある物理学者を探し出し連れてきた。彼の技術で私は新しい体を手に入れたわ。そして彼も私たちと戦いを共にしてくれた。猫には死の概念がない。この体で一緒に生き続けているよ。サラはなぜあなたを？重力エネルギーを原動力としたアンドロイドを作ったのが私だからだ。僕を？ジャークは君の重力エネルギーを使って過去を遡り将軍を撃った。私にはこの問題に付き合う権利があると思うがね。あなたが僕を？過去に飛ばされたサラはたった一人で
君を救うため君を作った人間を探し出した。君が今生かされていることに何か意味があるとは思わないか。 On the next Cosmo Samurai。 ジャークにとって君の体は半物質だ。だから奴は必ず君を消し去るためにこの星に戻ってくる。 Continuing next Saturday at 1, only Toonami.